禁止のはずなのに、スケボー少年が集う、鹿児島中央公園。実は、江戸時代は、一大教育空間でした。ということで、本日は雑誌館、演武館医学院跡地を開設。1773年に優れた人材を育てるために、島津重秀が建てた施設ことが、雑誌館と演武館でした。雑誌館では、歯科学を中心に様々な知識を、演武館では武芸を教える教育機関でした。また、次の年には薬草知識や医術の向上のために医学院も設立しました。学費は全額藩が負担するため無料であり、どちらも武士だけでなく、庶民も上皇や参加が許されていました。関連施設として、現在の吉野小学校の場所には薬草園が建てられ、島津久光の時代には、雑誌館から中国語を専門で学ぶ大使館と、西洋文学を専門で学ぶ会、政治与が独立しています。雑誌館は、その後余曲折あり、鹿児島大学へ繋がっています。改正書は、その後幕府の正式な機関となり、最終的には東京大学に繋がります。つまり、鹿児島大学と東京大学は兄弟、なんですね。そんな日本を支える大学の元になった建物が存在していた中央公園。ぜひ一度遊びに来てみてくださいね。